ファイナルミックスやっていきますのでよろしくお願いいたします。さあということで、ちょっとね、前回だと、これついにやってきて、まあ、マレフィシセントとのゲームっていうか、まあ対決になったわけですけども、ちょっとね、最後のセーブポイントから遠いんで、今日はね、もうこのままここから、やらせていただきますので、それでは早速始めていきましょう。レッツゴー。攻撃力はね、やっぱ高いんですよね。来るのが少し遅かったようだね。まあ、ちょっと1回目なんで、最後の鍵穴が姿を現し、見てからしましょうか。世界はもうすぐ闇に覆われる。もう誰にも止めてやる。鍵穴もこの世界もお前の思い通りにはさせない。この哀れな愚か者、勝てると思うのか、私に。悪の女王の私に。マジですか、早くないですか。アイテム入れましょう。ハイポーションだな。入れてでしょ。ハイポーション。ルーフィーも何にもないのか。エイクサーだけちょっとグフィー1個持っといてもらって、エーテル、エクサー、アイポーション、エリクサー、あ、こんな感じかな。これでいきましょうか。ビーズとかいっぱい持ってんだな。これは特になし。あと防御アップ、空に使おう、空に使おう。主人公が死んではいけないんで、よし、これでいきましょう。少し遅かったようだね。じゃあ3回目なんで、これはもう飛ばします。さっき見たからいいでしょう。はい、お付けのマルチに使います。これでもか、赤いポイントや、とどめだ。私の方を防御と下がる。いでよ、タティンコはね、なんか前回使ったコマで一回死んでもね、大丈夫っぽいよ。何？なんか一回死んでも、例えば入手して死んだことにならないパターンのやつみたいな感じ。これに力を
間に合わなかった。間に合わなかったよ。これ辛いな。今あんま使ってないやね。なるほど。逆に召喚しない方がいいのかもしれないね。一回整理しよう全部。まず、はい、ハイポーションで、はい、はいか、メガ、うわ、メガ、メガだな。ソラはメガにしよう。まず、メガポーション。メガポーション。で、メガエーテル。アイポーション1個に入れといて、エリクサーね。はい。で、ドナルドが、エーテル、エーテル、アイポーション、アイポーション。エクサーかな。で、グーフィーがアイポーション、アイポーション、アイポーション。エリクサ1個とヘテル1個、これでいこう。で、召喚はねちょっとねリスクが今回高い気がするんで、ちょっと出すならピンクでいきます。やっぱさすがにここまでか、強いですね。ただこの円盤を落とすところから
MP アップアンセムレポートの4番を手に入れました。さあこれでセーブ、あさすがにあるか、おーしよ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 し、セーブいいですね。マレフィセント倒して最後はリックとカイリオジャートとは助けて、感じですかね。さあ行きましょうか。さあこの闇の向こうへ行きます。帰ってくる。リク。そしてリク。そう、キーブレードだ。お前のキーブレードとは異なり、これは人の心の扉を開く。心を解放された人間はこうなる。
心の扉を開け放ち、闇に心を明け渡せ。お前は闇そのものになるのだ。おお、これだよ、この力さ。え、まさかの第二形態か。真の暗闇。うわー、まさかの巨大化パターン。そんな日曜朝7時じゃない。あー、ドラゴンになる。日曜朝7時のパターン。はいはい、ピンクって何ですか。ピンクって何ですか。一番上の HP を削ってたら9秒ぐらい。何ダメージ取れますか。ダメなんだ、倒したらダメージ入るんだ。えぐい、えぐいな。ダメージ入るんだ、えぐいな。こっちも食らう方もないか、当たる方もね、えぐい、当たらない。なんと大丈夫ですか。わしも欲しいそうじゃ。エリクサー使うぞ。エリクサー危ないからね。うわ、乗った。あれ乗ってるから。あ、これだ。オレンジのためにさ、ほら、これキャップ。いや、やばいっすよ。最終決戦で最後最終決戦ですね。ありがとう。
はい、アイテムね。あ、全然アイテムないんだもん。中古も最後も一旦アップする。 MP の回復スピードが上がる。空中コモが下をこのターゲットに向かって強力なコンフェンスを繰り出す。ターゲットだけの HP が上がる。相手強力なコンフェンス技を出す。吸い寄せ、回転でしょ、かわすじゃん。あ、ジャンプいいのか、これは。でも3ですよ、3。上空敵に対して強力なジャンプ攻撃を繰り出す。で、1たらロールか、ロールだな。じゃあロールでいいでしょ。2も余ってる。バーサークル召喚UPアップ、クフィは全部入ってる。短時間で回復する。で、自分の FP を使ってパーティーの全員の HP30 回復。召喚 MP アップ、
助けてほしいか？リク！さっき見たからいいかな。飛ばします。ありがとう。
今使ったじゃん。ダメなの今の。じゃあ。ほら回転が早いですね。体力でちょっともダメなの、ね、そりゃきついってちょっとマジダメージでかいな。この限界ですね。
回あれ赤いやんちん、まあ間に合わない間に合わない、回復が間に合わない。これどうするかな。これ一回さ、ちょっとビーストインしてみるか。どうなるとかな。これでいきましょう。次これでドナルドを連れて行く時のデータと、このビースト野獣を連れて行く時のデータ両方できたんで、まあダメだったらね、ロードでドナルドの方のデータでまた戻せばいいんで、いきます。
ラスト、イカズチオ、いけるラスト、イカズチオ、よし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 来た。いや、ドラゴンエフセントを倒しました。役立たずめ、所詮ハートレスの操り人形か。だってマレフセントは最初からハートレスに利用されていたのだ。そのため心の闇が膨れ上がり身を滅ぼした。愚か者がたどる末路だな。うわぁ、デリックはまだ戦わない。セーブ。お、新たな道ができましたね。よし。オッケー。セーブ。倒した。さて、霧のね、いいところっていうとここなんですよ。じゃあということで本日はこの辺で終わりにいたしましょうか。さあ、ドラゴンマレフィセント、そして、マレフィセントキャラが通常のマレフィセントとドラゴンのマレフィセント、今日はマレフィセント撃破ということで、ついに最後、次回に湧いていくかなっていうところですけどもね。新たな道ができたので、またこの先進んでいこうと思います。さあ、ではここまでご視聴ありがとうございました。よければですね、また次回も見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。